第十二隻藤吉郎謀略岩倉落城のこと並びに藤吉郎敵の患者山口黒次郎を見破ること藤吉郎が必要のものは火薬が1箱太引き細引き松明二十本ほどわらじ一人につき履き替え一足ずつ。 三回の弁当を腰にいたすよう、押し付けを願う。斧、のこぎり、かけや、それらの辺でよろしゅうございます。うん、皆、陣中に用いる品ではないな。か <laughs> <laughs> けやだの、のこぎりだのを何にいたす？細工は流々、仕上げをごろうじろ。一体、どういう計略だ？計略は、密なるをもって。 よしとするのでございます明日明け七つごろ岩倉山に出荷いたします火事が始まったと見たならばお二方よりご本人へ届けを出し軍命にあらずといえども破るべき計略を暗示そおろう間正三郎権六郎両人の手にて敵情をただいま打ち破ります大手よりお味方の 総小詰めを願いたくこの段お届けをいたすとかようご本陣へ仰せになりますうんその時に親方が叱らばその方たち両人に任せるという余意があるに相違ないその説お二手の税にて大手おせめかかりなさるよう多くは城兵があなたのご同税へお手迎えはいたしますまい城門を開き白旗を上げ 武器を捧げ兜を脱いで城兵へすっかり降参簿いたしますただいままでのご辞職がいっぺんに注げるというもの岩倉城はあなた方お二人の手に落ちたも同様でございます権六ショボザブロは大喜びでうんしからばその方の言う通り必ず破れるの。ええ敗れますもし 破れざる時には陶吉郎腹を切って申し訳をいたしますそこで権六郎から五十人大三郎から五十人ずつ陶吉郎へ貸し与え陶吉郎の下地は我らの下地と心得るようにと言いつけ火薬一箱太引き細引き松明二十本斧掛屋のこぎり兵糧三回ほど腰にいたし 履き替えのわらじをおのおの腰につけ藤吉郎も身軽のいでたち関の孫六を連弱に背負い岩倉山を指して出かけた下山を越しもう頂上へ近くなった自分さあこれから仕事を始めるのだ百人の人足は手分けをして枯れ木枯れ枝を払え一同何にするのかわからないがおの 掛やのこぎりなどを持ってきたからこれからどんどん木を切り倒す細かくしてそれを一背負いずつ百人の足軽に背負わせて上へ上へと登る疲れれば休息してまた山へ登るここが一番山の頂だというところまで来た峰吹く風の糸ものすごくどうも恐ろしい風ですなここは一体どこでございましょう ろ郎を下を眺めていたがさあさあみんなここへ来て見ろ見ろええどうだ下の景色を見ろいやどうも綺麗なもんだおいみんなこっちへ来て見ろ見ろおお城が目の下だ捨てたいまつかがり火どうも綺麗だなここはいったい木下様どこでございましょうこの 目の下へ見えるのが岩倉の城だへえ味方の陣から見た時には恐ろしい城が高く見えましたがここへ来ると目の下ですねこれじゃあなるほど骨の折れるわけだあの向こうにちらちら明かりが見えるだろうあれが味方の大将軍の旗本の御堂勢それより左の方にひっそりとしたあまり明かりの見えぬ あれがなるほどこれからこの城を破るんですかこれから破るんださあ背負ってきたそだや薪をみなこれへ詰めえ藤吉郎が指しずをして一番下へ松の木の切ったのをその上へ松葉またその上へ火薬を少しずつそれから 松巻のようになっているのを積みまた松葉を積み火薬を少しずつ積み上げ少しずつ積み上げたのはまるで山のようだその幅十0軒ほど長さ33軒もある「それ松明の火火火ををつけろと火薬へ火を移した松の木には芯というものがある恐ろしい油がある火が移ったら 消えることはないけれども初めからどんどん燃えない初めのうちはくすぶっている世の中に松葉のような煙いものはない松葉いぶしなどということをよく言うが年下手タヌキでさえこれはかなわないどうもいぶるわいぶるわええへんええん,、ええ、んハクションハクションせきをせくくしゃみをするおおもう木下様たまりませんなあ その方たちがたまらないくらいでなければ計略成就はしないみんな煙が立ってしまいますああ大丈夫だ遠吉郎空を見上げるともう夜の引き明け少し前ふーっと吹き下ろしてくる朝嵐何様遠吉は天文をわきまえていたものか時刻をうかがっているうちに吹き出す朝嵐山の 下下へ吹ききろしてきた岩倉の城中へこの煙が入る城中では金盤見回り夜回り厳重だ <laughs> <laughs> 恐ろしい煙るな日の用心に気をつけなければならんどこですずっと一回り回ってちょん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 日の用心だいぶ煙る気をつけなければいかんぜ 岩倉の城中は大騒ぎまるで煙で口もきくことができない藤吉郎山の頂にあって城中の様子を伺っている城内の混乱いたしているのを見てさあその報道も愛好を表す時が来たへえこっちへ吹きつけはしませんかいや大丈夫だすっかり燃え上がったからえぶりませんからもみ消しましょうかいや それには及ばん<え>それから先方の藪へ入って竹を切って下枝を払い先枝だけつけておいて二軒あるいは九尺ぐらいに竹を切ってそれを一本ずつ折って燃えている松を叩き落とすんだ。かしこまりました足軽は面白半分竹を切ってきてどん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 叩き落とすその燃えさしが城中へひら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 。 火の雨が降ってきた。これ、火攻めだ火事よ火事よという騒ぎ。それ、二の黒輪に火がかかった。侍詰め所へ火がかかった。本丸へ火がついた。あっちからもこっちからも、みるみるうちに、岩倉城四方八方が火となった。こっちは信長公のご本人では、岩倉城の方より非常な煙。その上ならず、 かのの山に激しき火の手これはいかが致したものであろうかと一同キーの思いをしているところへ柴田権六郎池田正三郎から権を矢禅より君の御下地にあらずといえ千度の恥辱を注ぐため道中をひせめに致しそうろう何とぞ将軍をもって大手へ一度に攻めかかりくださるよう願わしを存じます信長公 これをお聞き遊ばしてことのほかのを喜びよくもいたしたり庄三郎権六早速まかり出るようにいたせすぐに柴田池田へご沙た。二人は小どりをして喜んだご本人信長公の御前下まかり出るよくもその方たちいたしたり陣中平紋を許し先手を申しつけるにより速やかに攻めかかるよう。 そこで権六ショボダブ三郎の二手の同勢一千四人たちまち勇気を回復して控えている針でにアげ葉のョボの馬印時の声を上げて岩倉ョボの大手へいっぺんに攻めかかるこれに次いで森三左衛門佐久間上門さっさ蔵之助などの面々我おとらじと進むその有様蟻の村がるごとく 公ご本陣には丸の内に唐花に瓜の門ついたる赤字の旗、南無妙法蓮華巨と七字の髭大目を書いたる大登りも立って時の声を上げて攻めかかる。これは今日で言えば慈悲運動とでも言うのであろう。あえて敵情を攻め抜こうというのではない。脅かすのだ。この時ジョボ中ではジョシ主伊勢の神 廟書墓にありこの吉を承り天を仰いで探足いたし核のごとく情中を八方に火星激しく火攻めにかけられてはとてもかなわんと仰せられて例の三家老をお召しになりもはや核ならば致し方なし我が命は探石に迫りおることなれば東条と共に落命いたすべし信長同門のことなれば 降参も許さん気遣いあるべからず。鶴千代丸に別れを惜しんだがもう病むことを得ず三家郎にいさめられて1,500の同税を率い大手の城門を開き白騎白旗を上げ矛を逆島に兜を脱いで柴田池田の陣へ降参ということになった。 信長公の喜びこの上もなく直ちに信長公のご本陣へ鶴千代丸を召し連れ同勢をまとめてここに休息1500の同勢へことごとく御前へ出るそのうちに寄せ手の同勢上中へ乗り込み火をもみ消し伊勢の神信鼓は切腹をいたして相当てる難フ不落といった岩倉城も 吉の計略ににによってついに落城をいしたし後に信長公が友吉の計略であるというのをお聞きになり木の下へご褒美として1,500貫の地を下し置かれ先手組大所墓にお取り立てになったここにまた友吉が敵の患者を見表すという大功名をいたしましたは折しも8月のこと近年にない 大清の大手の多矢倉に八軒ばかりのところが崩壊いたした。何にいたせかかる乱国のことであるから一日でも兵害手薄なるを捨ておくわけにならん。この時清の不審奉行が同国なるみの女母主山口様之助せがれ黒郎次郎織田家では身分のある人のせがれであるによって羽振りがよい。 こ九郎次郎が不審奉行を務めることになったがかねて様之助は織田家の高運を受けていながら今川義元へ内通を言い出し織田家のことは事の大処簿となく今川家へこれを内通するという実に獅子心中の虫だせがれ黒郎次郎とても元より父とは同じ心一人はなるみにあり一人は清須にあった で常に秘密を内通している今回大手多聞のご不信について黒部次郎の思うにはこの不信を長引かせ用害の未だ整わざるうちに今川から軍勢を向ける時には城を破るに大きに便宜であるこの不信はどこまでも長引かせようという実に憎い考えであるそこで竹洗いを言い回し 不審小屋を建て、防具いを打って満幕を張り回し、その中に数百人の職人がどんどんと工事にかかっている。ところが、一生懸命に仕事をしているのを、奉行の九郎次郎が見回ってきて、これこれ、仕事はあまり取り急いでいたすな。急いでいたす仕事は十分にできんもの。ご用害大切のご不審であるによって、 丁寧の上にまた一層心をかけていたさなければならん。なるだけゆっくりといたせ。その方たちが具合が悪いときにいたすと仕事がよくないからよくよく気を養ってぼつぼつといたせ。へえ、ありがとう存じます。さすがはお奉行様だ。ご入費にお構いなく、いくら手間がかかってもよいから、丁寧にしろとおっしゃってくださるのはありがたいじゃねえか。 というがしかし手をあけているわけにもならない心持ちのいい時にはコツコツ仕事をしている「これこれせいて仕事をいたして粗骨のことがあってはならんぞゆっくりと丁寧にいたせよいか」と仕事の進むのをさらに喜ばない様子だ職人たちも仕事が長引きさえすれば手間料が余計取れるから どうだい、達さん。お奉行様が、せいて仕事をするとかえっておこごとおっしゃる。と言って、遊んでいるのも無駄だ。俺は、この間から考えているんだが、お奉行様が下の者を憐れんで、こっちどもに銭を儲けさせてくれようと言うんだ。ありがてえわけだ。この間に少し内職をしようと思う。何をするくれの支度に、雪かきやゴミ取りをこしらえるんだ。 おお、聖母の支度か木はご両子のもの、山もご両子で出してくれるんだ。それで白物はみんな自分のものになるんだから、こんなありがたいことは世の中にあるわけのもんじゃねえ。と、みんな喜んで内職をやっている。社官の方でも黙ってはいない。大工の方で聖母の支度をしているから、俺の方でも何かしよう。しかし、 社官の方はちょっと仕事がやりにくい大工と申し合わせてへっついの台を頼んで車間が上を塗るまたは七輪をこしらえるこれを見ると石工の方でもやはり七輪をこしらえるはなはだしいのは稲荷の狐などを掘り始めたこれでは仕事の進むわけがない下役の友吉郎これへ目をつけてはてな 山口さんは近頃俺の目に気に入らないところがいくらもある。もし職人たちが怠ける時には十分にこれを戒めるのが当然だ。それを仕事はなるだけゆっくりしろと言いつけて内職をあいつらがしているのを見ても見ないふりをしているのはどうも怪しい。と気がついたから己の小屋へ帰ってきて浅野弥平中村康介。 いずれもこれに言いつけて黒尾次郎の懐を探らせる一人は藤吉郎の姉婿一人は浅野弥平長政いずれも後に天下に名を上げる方々であるからすっかり山口親子の内情を探って藤吉郎へこれを通じたそこであるよ藤吉郎が。 信長公の御前へまかり出た時はもうかれこれ5つという頃申し上げますおお<う>御前に控えたのは命を丸信長公のお気に入りことさら織田家では門伐と言ってもいい家柄いやこれは木下かえー、よろしくお取り次ぎを何だ神には定めし お方の起こりがござろうと存じて、その起こりをばもみほぐして差し上げたいと存じましてまかりでました。よろしくどうか。何？神のお方の起こりをあんま動員に出てきたか。さよう。なんじゃ命を恐れながら投機路を見えましてございます。うん。病院にを呼んで何事じゃん。 お神の怒りをほぐして参らせたいあんう動員をいたしたいとかよう申しましてございます信長公は完璧の強いお方何藤吉郎があんう動員たわけたことを申すなへつらいもどがある彼には肩絹を許してある仮初めにも滝手組大将の身分とあるものがあんう動員とは何事だ肩にこりを生じ もみりょうじをいたしたいと思えば、応援を呼んで申しつける。とうきちはさようなことをいたす身分でないから、下がれと通う申せ。一い切い承知、つかまつりました。とうきちろうめ、あんまりおべっかをするので、俺までこごと言われた。えー、いかがでございました。前田様、とうきちのお願いがお聞き済みになりませんかな。木の下。 いい加減にさし合い。以前の足軽でおればともかく、今日は評議衆の一人にもなり、先手組大将。いざという時には渋川藤巻の采配をもって、書かれ勧めの下地をする身分だ。神がことごとくご不況だ。閲来もほどにしないと、取り次ぎをいたしたこの犬千代までが、お叱りをこうむるではないか。なるほど。これは恐れ入りました。 どうぞもう一度お取り継ぎください。神の肩の起こりではない胸の起こりをほぐして参らせたいので、どうぞご迷惑でもございましょうが今一辺お取り継ぎを願います。お胸の起こりをほぐしたいと申し上げなされば神にもお分かりになりましょう。それならば初めからそう申せばいいに。後に百万石ノ 大心証を起こすくらいの前田犬千代このお方もかねて藤吉郎の凡人ならざることは認めている胸の怒りというのは何か思祭のある一言今一度取り次ぎ星ようと立ち返ってくる信長公も犬千代に藤吉郎を下げよと仰せられた後でふと胸に浮かんだのは時ならぬ自分 彼が、こりをほぐしたいと言ってまいったのは、何か心ありげのこととおぼしめし、藤吉郎の答えはどうであろうと、次のままでお立ち入れになって、お聞きになっているとは知らない命を丸が、がらり襖を開くと、信長公が立っておいでになる、ばったり出会い頭に鉢合わせ。はっ、これは恐れ入りました。どうも言いたい。 うん、世もよほど痛いぞ。神にはよほどおい,しい頭で。控えろそちの方がよほど石頭じゃ。とぶきちろもはや取り次ぎに及ばん。ははよがこりをほぐしに出てきてくれたか。なんちならでは肩のこりをばほぐすべきものはあるまい。ちこうちこう。このくらいなら初めから犬千代に剣つくを食わせない方がいい。 東吉郎は「しからばごめんくださいませ」「おそば近くへまかり通る」「恐れながらお方のおこりをふぐしまするには他見をはばかります」「前田淵にお次へ下がっていただきとも存じます」「さようか」犬よ「犬千代」「藤吉が世の肩のこりをふぐしてくれるのじゃ」「そちがいては邪魔であるからしばらく次へ下がれ」「おやおや」 どっちへあっても気の利かない役回りだこぼしながら犬千代はお次の前下がる藤吉郎信長の肩につかまり耳へ口を寄せ何かひそひそささやいていたがみるみるうちに信長公の景色が変わったうん憎いやつじゃなその木にすんでその木を枯らす彼は獅子真鍮の虫だ いかがいたしてくれよ。藤吉郎、をかく申し上げる上は、必ずご心配はご無用にございます。ご計略は、かようかよう、しかじかに遊ばすよう。ん早速に取り計らえ、手配の血がわんよういたせ。は、決してご心配はご無用。茶を一服取らせる。ありがとう存じまする。犬ちよ。はは。肩のこりがさっぱりと溶け、 心地せいせいといたした藤吉はよほど領事が上手じゃさようでございますか藤吉に茶を一服使わせその方の建て前を藤吉が望みじゃと申すさい,い承知つかまつりました前田犬千代が立て出すお茶を一服ごちそぼになって午前も下がり翌日相変わらず友吉郎を作地場へ出てくると あっちでもこっちでも己たちの内職仕事をしているところへ信長公にわかにお鷹狩り鉄砲足軽五十人これを馬の左右に召し連れ大手へお乗り出しになる「神ご通行ご通行!」と先立って一人の武士となっているこれを聞いて山口の下役一同また職人たち一同ずっと手を休めて さながら三つぼぶったるごとく静まり返ってしまう信長公不審場の前まで御馬をおすすめになり伸び上がってご不審のよぼすを馬上でずっと見回しておいでになったが奉行黒二郎次郎ははそれいでおったかこの度の工事は最も取り急ぐべきであるに見受けるところ実にはかどらぬ呼ぼす。 職人ども一同をこれへ呼べすぐさま棟梁へそのことを申し渡す大工社官石工棟梁をへわいした職皆お囲い外へ入れ一度に土下座ぼする信長公馬女簿に一度の職人をねめつけものども職人ども一同へ筒先を向けお供についたる五十人鉄砲の筒口をそろえて 平服をしている職人たちの鼻の先へずっと向けた。ぷんぷんひなわ臭いやつを鼻の先へ突きつけられてたまるわけのものではない。これは何事と一度も顔の色を変えブルブル震えている。これ職人どもよく聞け。何じらは我が城下に住み定めて親子妻子もある身の上であろう。領主が安全に。 夜を送る時は城下の民もまた安全に世を送れるというものこの度のこの多聞櫓の不審一を断る時には最も大切な場所である。へ